お疲れ様です。今日はこちらメガライトラムやっていきます。さあ玄関が強いねラムを今日やっていくんですが、ブラスターを、はい、使おうかなと思います。こちらね、今回のバランス調整でめっちゃ加工されました。一発一発のダメージも下がり、かつ、まあ、初撃も遅くなったというわけで、もう環境からいなくなると思ってましたし、まあ、思われてたんじゃないかなというわけなんですが、だいぶなんかいますね、まあ、そんな変わってないほどではないんですけど、まあ、減ったのは減ったんですけど、まあ、なんか3、4試合に1回ぐらいはブラスターが来るイメージがあります。まあ、ダガーガールもそんな増えてないな。うん、なんか使ってるプレイヤーは使ってるかな、そんなめっちゃ強いのかなっていう感じではあるんですけど、結局ペッカや新カードのゴブリン主体のまあモンスターとかに対してね、なんか今のキング起動できるんや、キング起動できないと思ってさ、高めの位置にしちゃったんだけどな。ブラスターの初撃の問題かな、ちょっとね。はい、新環境のブラスターまだ慣れないので分かんないですが、まあ、適当にこれモンスターゲーしたいけどね。モンスター残るだけで強いけど、破壊できれば。あー微妙か。えってか待って、あいつさ魔獣ちいたよな。でもホグいるんだけど、え何これ、マジアチャホグ。まトルネとかあんのかな、ペッカとかありそうからのね。そう、なんかミスってんなグッダグダやねこれ。よしよしよし、さラッキー、いやラッキーしたけど、これ1体ぐらい残りそうなね。やばい、なんかなんとか、なんとか、あれこんな試合で大丈夫かっていうところではあるが、あうまいなそれ。まあ勝てばいいか、まあ許容なんてしちゃったり。え相手のデッキすごいな、特殊すぎる、見たことないホグが来てますが、まあ、ほんならもう適当にラムとか行ってね。2.6 オグのあれなのかな、ロケットはやば、ロケットかつマジアチャ型みたいな、えすごい、なんかあんま見たことないね。なぜこの方なんだ、新カードに対してマジアチャがちょっと強いのかな、そんなこともなさそうだよ。絶対こっから相手の方がきついと思います。そんなことない、おいいよ、いやスタンも強い、メガネっていいよ。さライトニング打ってもうビーム打ってからの5個スラムねさあこっからがデッキパワーの証明です。いやこれで守られたらまあマジで相手が上手いだけなんだよ。いやマジきつそうって、レーザーあるっていうね、これがやばい。ニコスのさ最強の削り500入ります。でライトニング圏内か、おおやばいやなんかプレイはどう考えても負けてるかもしれないんですけど、まあまあ勝ちゃええんでねっていうのでブラスターです。まあこの試合はあんまブラスター関係なかったかもしれないですけども、全然ね環境的にはそんな使ってもいいのかなっていう印象ですね。ペッカや本当に新カード、まあ、それ以外にもね、まあ、小物系も他でカバーできるならっていう話なんで、おお、これジャイとか来たらねちょっと美味しいよね、ブラスターの方が。まあツケラとかが来てなんか悲しいお話もありそうではある。うん、だいぶなんか詰んでんなあのこれははい、この後のカウンターを楽しみにね行きましょうか。ガゴ群れとかが来るのかわかんないけど、これね、はい、レーザー早く使いたい。うわレーザーが、待ってレーザーが撃てない、うわレーザー撃てないのマジで悲しいけど折れそうだな。よしさあすごいジャイバルンね、
やーべえ、これ次のバルーン絶対止まんねえじゃん。もう一回同じことしようかな。相手のジャイバルーンに対しての防衛がメガナイトからのラムとかいけるかな。普通にジャイからのガゴムレとかもあるんすよね。怖いよな。ジャイからのスケルトン部隊もあるよ。正直何だってある。わあやば。ネギドン一旦耐えて、正解が難しいのこれ。まあ、ラムを持っとくのが大事か。あとこのバケモンでなんか、いやラムを持っとくっつって使っちゃう。いいね。あーうまいな。防衛フリーズか。こうなるとマジで怖い。まあ防衛ライトでワンチャン耐えれるのかな。てかメガライト熱いか。バチコーン、マジ熱い。コウモリ強いけど、いやでも低めゴブリンしたいんで、うん、まあまあこれゴブリンしたいんでよかったな。ほらフリーズがありそうなんでちょうどいいか。え熱いこれ、めっちゃエランラム。フリーズ防衛かまた、うん、コウモリガゴのフリーズ防衛やだな。もっかいさ、俺スキルたまる読みなんだけど、熱いフリーズか。あいやあえてザップ打たないね。めっちゃいい俺、えらいそれ、めっちゃいる。いや耐えよこれ。エンジェルマジジェイバルン真ん中怖すぎるなこれ。ジェイバルンフリーズね。え待ってやべえ、逆いった。それだけはマジでまずい気がする。でもなんか許容で攻めちまえば勝てるんじゃねえかっていう話ね。オッケー、まあでき、逆に良かったか斜めが。進化の強すぎだろ。スケにもコウモリにもガゴにも全てに刺さってたわ結局ね。ブラスターでジャイやバルーン、まあタンク系溶かせるんで、まあ、あと他でね、てかまあ新カードで正直小物系に対して戦えるってなると、マジブラスターまた増えるかもね。デカめの火砲をされてね、もう使われねえだろと思わせてからの、まだ戦えんのかいっていうね。いやーこの人はね、まあ特殊な枯渇デッキっすね。呪いとレイジとみたいなね。あとプリンスもいるっすね。新カードもいるかな。まあ私ザップなので、ちょこの小物系がめんどくさいんですけど、てかまあブラスターだからね、より勘弁して。ひとまず耐えか。やばいこれ逆にじゃない、結構入らん俺の攻めも。いったちょマジやばい。いやこれさ、ちゃっちゃ1-0にしようかな。俺ミーバタはさ捨てるわ、ほぼほぼ捨てていきます。守れる範囲では守るけど、これまともにやり合ったらいかれるっすね。あーだるすぎるそれ、なんもない。ほらブッシュがちょっと足早いから対応しやすいの、ギリ。いや対応しにく。おお、なんかたまたまちょっと熱くない、そんなことない。これ止まる、あんまなんかリセットの止める呪文ない気がする。いやーマジこれキングまで行かれる未来見えてきた。やべ、ちょ待って、ちょマジやばい、キングまで行かれそうだし、こっちもやばいし、やばいこれ、だって終わる、それとかあいやじゃあこれやばい、最悪や。ブラスターのデメリットしかねえわ。スケギャング進化バレルね。まあちょっとこれプリンススターだったら逆に勝ったんじゃねえかっていう
もうワンテンポ早く捨てれたら暑かったのかな。いやまあこれしゃーないっすね。呪文的にもタワー的にも全てが悪い方向に転びました。ちょっと残念だな。それがちょっとブラスターも強いんだよなっていう回なんで、まあ、ここまでモジャはあんまいないでしょう。さあ君はいいね。プリンセスターね。さあよろしく。プリンセスターだと新カードもメガナイトも刺さりが悪くないんでね。コウモリですって。まあ、エレスピザップがあるよと。コウモリか。アーチャーメガナイトドリルみたいな人かな。メガナイトいないかな。小物系、なんかマシマシディガー戦術の可能性があります。まあそうなるとライトニングはやや刺さんないが、普通にメガネっているかな。だからインドラでもさ、あれで溶けるよな一応。溶けないっけ。リーザーで、いやギリ溶けないのかな。ライドラが溶けるぐらいだもん。まずい気もするが。さすがにか。画面溶かして。まあ、ブラスターのねブラスターの弊害ばっかりさっきから痛いからよく耐えてはいる。最悪だな。スケバレコウモリギャング、ちょっとまずいね。まあ1枚耐えればか。エレスピゴーストゴブリンシュタインあるんでね。でブラスター使った時に限ってこういうの来るのちょっと萎えるよな。ちょこれマジコウモリ来る。ゴブリンシュタインで耐えれるかな。あんま使いたくねえな。やめよう。節約か。やだなそういうの。あんましない方がいいんだろうな、ケツラム。まあザップ使うか。一旦耐えなんでね。あの仕方ない、仕方ないと思ってます。一旦ね。いや耐えたらこれ最終さ、ほんとこれラムで形組むだけで勝てると思ってんすよ。勝てないかな。インドラとかちょっと邪魔だけど。いやこれ踏まれんのか、やだな。ちょマジでなんか全てがきつい。逆かこれ。いやちょマジ一旦耐えさせて。いや一旦耐えたらマジあるはず。相手の受けがなんかうめえな。いやこれよ、これで。相手あれがいるんだ、進化メガか。早く引っ張りたいな。高めがいい。低めか。あーめっちゃ低めだな。いやいい。ちょマジで一旦耐えて。いつまで耐えんだって話ではあるが。いやマジこれだよ。熱い。この強要ね。通常メガネしかも。で、もう一回レーザー撃てます。もう一回レーザー撃つと多分コストが足んなくてね、カウンター来て負けるんだけど。やばい。そうだよね。やばい。うーちょマジって勘弁してくれ。いやもういない、いないいないいない。こんなもう終わったメガナイトデッキとか、いやいないんですよ。そのメガナイト5月か。そうちょマジでアンラッキー。ちょっとブラスターが加速してねえな、さっきから。いやでも基本活躍するんでね、来い。なんか
それっぽいやつ。なんだっていいんだ。変なんじゃなければなんだっていいんだ。まあ、取りま。カード回して。おい、新カードね。まあ、あれに対しては、新カード合わせて真ん中トリトンとかしたかったけど、テルダサイクル的にこれでいいか。トリトンちょっといいんだよな。まあ、ちょっとね。本当に。おー、なるほど。こんな、かぶるか。ライト、これトリトンワンチャン引っ張るかな。いやー、怖い。引っ張らない。いや、ペッカありそう。ペッカ受けか。なんかもう一枚ぐらい来ねえかな。一応レーザーあります。そう、こういうデッキに対して、さ、いいよねって話ね。あぶねえ、スキル使ってたらアド取られてたよっていう話ね。やばい。まあ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 いいんですよ。さあ、ペッカゴブジャイ。まだいたんや。一応ペッカ自体は、ちらほらいるんでね。そこに対してのさあブラスターですよと。新カード、こんにちは。なんかまずい気もするが、同サイド来てくれたら嬉しいな。これ逆サイクルちょっとまずいね。一応ぶっ飛びがあるんですけど、すごい。なんかすんごいことになりそうで。なんか、勘弁してほしい。あ、レーザー熱い。え？ピンマジで強いかな。これでインスタゴブジェ行くんだよね。行かれてはいる。マジブラスターじゃないとね。ブラスターでも止まんねえんだ。マジで意味わかんねえかな。一旦耐えたか。うん、いや、一旦耐えたっす。こうなるとまあ逆を行かなきゃいけなくなってくるのもちょっと面倒いが。一応何からノックバックするのかの優先順位だけちょっと。メガナイトの気分次第にはなる。ヤンナーメファイドもこんなのやばいな。これちょっと熱いな。でもトリトンぐらいじゃん。え、ワンチャラも入る。え、熱っ。ぬるっと。いや、だからこれブラスターじゃなきゃ終わってましたね。止まんねえ。ブラスターでも止まんねえ。まあでもちょっと良かったか。ブラスターのおかげではあった。アイスピね。まあ公開典型にも、いやーマジ告発詐欺勘弁してほしかったー。一旦セパルか。まあ、ロケットとかもあるしな。トルネはさすがに。おい、M がいい、ゴースト。これちょっとでかいんだよな、ダメージ。延命来ないか。え、これマジで結構熱い。まあ、右でも左でもどっちでもよかったんだけど。ふふ、普通にこいつが。フィジカルゴリラすぎてさ。盾として優秀すぎだろ。いいね。いやー、でもまずいか。まあ、いや、いいね。なんかラム行くだけで相手きついやつだ。行ってもいいな。ウッドも裂いて。
でもこのエレスピはね、いらなかったかもね。この後の進化バレルの防衛に使いたかった感もあるが、さあ全然相手の何よなんで怒ってんだ。相手の防衛ミスみたいなとこあんだけど、さあどうしよう。進化バレルちょっと怖いけど諦めたかな。ロッドゲームやっとくか。治安悪いな、だいぶ。まあナイスですよと俺なんかしたっけ。気づいたら勝ってる。それがまたゴブリンしたいんだ。ちゃんとね、可愛いかな。新スタンプキングバルキリー、なんだっけな、よく見る顔だ。まあ、トリマ進化ザップ回して、おう、ロイホグなんか基本的にキング起動できないイメージあるけど、ワンチャンできんのかな。痛えな、思ったより。え、結構入っちゃったな。キョスケな、ちょっとレアなタイプだね、あんた。インパスアイレ、優秀すぎる。キョスケロイホグの方か、いっちゃおうかな。なんかうざいと思うっすわ。あえて結構コスト割いた後で引っ張れよ。引っ張れないか。ここにコストまずい気もするが、まあ好きをしばけるんで、まあ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 悪くないか。いや、これさ、そう、これを頑張れる彼なら。ギリ、いやーまあまあ、いった、やばい。お、いや、これ2発で解けないんでザップだけ打って、いやーいいね、意外と悪くない。これスキルじゃなくてさ、メガナイトでもよかったかな、待ってから。でもトリトンで終わるんで、多分スキルの方がよかった気もするが、一応これもトリトンで終わるっていう意味ね。いや、スキル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 、マジで使いたい。ちょ、ほんとに。マジで使える、使えたら世界変わる。あー、変わんなかったっす。いや、マジ行きたい。行きたすぎる、これ。アイテムこそ使ってんだよ。やばい、これ。引っ張ったら損ないんよ。引っ張らない方がいいんだよな、実はっていう。悲しすぎる。いや、ちょっとダメージだけ。見えないで、これ。おー、ちょっと熱いか。誤作。いや、もう一回耐えれるんだよな。あんまよろしくなさそうなライトニングだけ打って。いや、ボンボ入ってない。熱い。ちょ、待って、マジだ。話が変わってる。ライトニング、うえビーム強っ。いや、相手の最後のロイグね、美味しかったね。ナイス、スリープ。おもか。まあ、ゴブリンシュタインは前にいるね、怪物とスキルが強いね。博士はなんかもうちょうど良すぎるよな。うん、さあ来た。どうしようかな、これ。どっちを引っ張った方がいいんだろう。まあ、博士を先に引っ張れたら楽ではあるか。俺視点。熱いな、これ。ああ、全然熱くねえな。でもライトニング使ったし、っていう話ね。これペックか。
おつ入るが、まあカウンター怖いけどね、結構入るよね。暇すぎザッポもうちょっと早く打てって話なんですが、いや相手もラムか、ブラスターちょっと刺さるね、スケラじゃなければ。悩んでゴースト防衛。いやこれ端前さあるよね、ゴブリンシュタイン微妙か。いやスキルちょっと待つか、そう顔面に来られるとね。いやいいいいかな、ちょっと怖いが、ラム防衛なんてものも、いやこれラムプラスブラスターがちょっといい、痛いけどね。ゴーストが耐えろ、よくやった消えろ、素晴らしい、あーやらしい、ね、まさかのねメガナイトラムね、相手はタルーババと同じようではある。ライトニングやばい、これライトニングでちょうどいかれる配置が。いやでもこれ間に合うのか、メガナイト、いや間に合いそう、あ幸せな来ました、守れたら勝ち、すごい組んだろうな。でもそんな後ろからのんきにやってさ間に合うもんの、ね、絶対間に合わんくね。やばい、なんか間に合いそう、やべ、え、お願い、やば、地獄見てる、勘弁してほしいわし。なんか行きまくっていい気がした、これは。でもすごいことになっているが、もう何だっていいだろう。いやオッケーオッケーオッケー、メガネタンダ帰ってこい、こっちにお帰りっつってぶん投げられまくって、いやライトニング削りちょっと熱いか、これ進化ザップも溜めながらね。いや流れは悪くはないな、悪くはないがちょっと怖いぐらいか。やべえこのタイミング、いやでも全然だ、そんな脅威じゃない。捨て目がないときた、捨て目がないとってさ怪しくない、これ飛ぶかな、飛ばないんや、やばいそれ、逆にライトニングライトニング信者になる、やべ絶妙に足んねえな、やべなんか怖っ、ちょ待って、いやなんか、いるって、あいつだけ、よし素晴らしい、メガラム対決さすがに勝ったか、いやまあこういう対決だともう絶対ブラスター強いんでね、まあ全然もっと楽に勝てたんだろうね。ってことでブラスターのねメガナイトラムもありますんで、皆さんぜひやってみてください。もう個人的に全然今期もブラスター参ると思うし、なんならブラスターの方がいいデッキもねあると思います、いくつかね。メガナイトで火力がなかったりとか、まあ枯渇でめっちゃ攻めたいだとか、まあ、結構デッキによってはほんと強いと思うんで、ぜひ皆様ねブラスター採用してみてください。チャンネル登録高評価もお願いします。ではおっしゃまたね。